大体日曜日の恒例クオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。今日最初の話題は逃亡犯条例、これに関する社説から見ていくことにします。やり玉に上がって野党が批判を強めています。お前すごい、全然生かしてない。お前のような村の動きでも大切なこと、イデオ千論、そして願いを叶えたまえ。生き返らせることのできるずつだけだ。約束だけは必ず守ってもらうからな。俺は叶わぬ願いだ。変更されてしまう危険性があると、この改正によって香港の自由がなくなってしまうんじゃないか